まあ、それだけ嫌なバッター鳥谷を抑えました。初球打ちは逆シングル、井端抑えている、一塁送球アウト。1番から始まった嫌な嫌な6回の表、バックのいい守備にも助けられました。チェンがこの6回を0点に抑えています。1、2塁間は井端掴んだ、2塁に送る難しい体勢ですがアウトにする。この当たりは井端うまい。今日は打ってよし守ってよしといういいプレーが光ります。井端今も後ろに下がりながらという、ちょっと遠くなりながらという難しい体勢でしたが井端、はい、さあ試合が始まります。1番は下園の初球打ち、セカンド井端おーまくっている、ワンアウトです。ベテランの井端のいいプレーから始まりました。3時ちょうどに試合が始まりました。名古屋ドーム中日横浜戦です。早速井端が難しいバウンドを処理しましたね、このプレーです。実際に阪神はできたわけですよね、前回の広島の3連勝した時なんかも、さあこれは詰まりながらセカンドキャッチ取りました。セカンド井端が取りました。ワンアウト。基本に忠実と他の言葉で言うとちゃんとしたことをしっかりするということですよね。そうですね。だから自分であれば今日の選手の一番も面白いなっていうふうにね。そうですか。これはショートが抑えた、よく抑えてダブルプレー、得点に結びつけることはできませんでした。チャンスでラミレスの打席でしたが、まさに荒井場コンビ、荒木井端、そしてブランコに渡ってダブルプレー。チェンを捉えそうでなかなかホームが遠くなってきたジャイアンツです。さてそのジャイアンツばかりだったっていうね、そうですね、不思議な現象になりました。ショートは荒木、間に合っています。ワンアウトランナーなし。足の速い青木でしたから荒木ももう体勢立て直す時間はありませんでした。ブランコもよく伸びています。しかし、ね、非常にこの荒木も難しい体勢で投げましたね。チェンのグラブの先にボールがね触ってましたし、初球打ちます。セカンドゴロだ。二塁に送る、一塁には転送できない。これは打ち取った打球、井端アウトです。スリーアウト。セカンドが突っ込んできます。ランニングスロー。井端も去年あたりからそのどのような道を落合監督がセカンドで起用、はい、まあ、今シーズンもその セカンド飛びついて取った。一塁はまだ満足に走れないブラゼル。速い打球でした、セカンドの井端。しかしこの、はい、あのセーフティーバントはさせませんよね。そうですね、それだけ非常に動きができているといいますか、まあ、しばらく怪我で休みましたけれども、はい、まあ、井端も今いいプレーを見せました。やっぱりセーフティーバントをそのキャッチャーが処理する、はい、やっぱりどん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 ボールは逃げていくわけですよ ね、 そうですね、追いかけながら、それで早く取って送球する、はい、打ちましたが、これも取れば併殺コース、ショートへトス、そして一塁転送、一塁は手が足が当たりました。ちょっと送球際どいタイミングのセカンドでもありましたので少し送球それました。ツーアウト入れ替わってランナー一塁です。まあ、いっぱいいっぱいの井端も荒木のプレーです。いや、これはダブルプレー取れればね、これはもう最高なんですけど、すね、はい、止めてもらっただけで十分でしょう。止めてそのままトス、
でここから結構際どいプレーになりました。ツーアウト一塁です。外国人選手というのはもうこの辺でちょっときついスライディングしてきますからね。ピシッとしましたね。またインサイドへ、センターへ、セカンドを今助かりました。スリーアウト。ヤクルト同点に追いつくことはできませんでした。名手井端が阻みました。1対0が続きます。神業的な自分でもと、もう、自分でもびっくりしたじゃないですか。これがもう抜けていれば絶対同点というところだったんですが、ね、自分でもね、これはよく取ったね。ボールに現れるかどうか。痛烈、セカンド井端の守備範囲でした。三者凡退に切って取りました。吉見ゼロを7つ並べています。最後のアウト3つを丁寧に取るか。ショートゴロ、荒木前進、ワンアウト。これで9イニング全て先頭バッターを切って取っています。今日の私の頭の中にはこの人が点を取られるというそういう絵がどうしても浮かばないんですよ、ね、そうですか。ここまで無四球、うん、打たれたヒットはわずかに3本。スワローズ打線の前に立ちはだかっています。送球動作には無駄はなかったんですが、ちょっとそれましたからね、わずかながらですよね。また荒木がいいスライディングしましたね、ちょっと、まあ、短いっちゃ短いですね、ちょっと短いっちゃ短いですね。ベースの上ちょっとね、言うと、3対2。ここが最近のドラゴンズですね。要するにチャンスになった時にヒットが出ると、私だからそこでね、スポットだったんですけどもね、はい、ツーアウトからここで僕が二塁打でも打って、井端さんが打ってくれたら絵になるんだろうなと思いながら入ったら本当にその通りになりました。荒木が出た時に何度か返そうと思って打席に立ちましたけど、打ったのは嬉しいんですけど、荒木に尽きると思います。いやいや、あそこをね、外野の正面に打たずにちょっとバットの先っぽで、外野のちょっと横の方に打つっていうやっぱりイバスの技術に、僕は感動しました。まあああいうところではイバスさんが必ずやってくれるっていうのは、もう 1,2 番組んだ時からもうそういう気持ちでセカンドベースにいますから、もう何とか帰りたかったんで良かったです。今日のヒーローインタビュー、荒木選手、井端選手でした。放送席以上です。この放送は6時10分までお送りいたします。この放送6時10分までお送りいたします。ここで各地の途中、経過というか結果をお伝えしましょう。甲子園球場の阪神巨人は結局4対4に引き分けました。横浜スタジアムの横浜広島1対0で横浜勝って連勝です。それからクリネックスタジアム宮城の